こここんんんにちは、こんばんは。ばゲーム動画でいこうでうす、えー。宇都宮記念競輪もいよいよ最終日12エス決勝戦の予想を、えー、お送りしたいと思います12エス決勝戦はご覧の9人ですね、えー、こちら難関勢が4人、えー、乗ってきました終わ、えー、った 渡っ、えー、と長いラインがなその難関勢だけということで、えー、短期の選手も多くかなりあのごちゃつきそうな感じです。ス、えー、q s ーズ班ではです、ね、そう平原が決勝に乗れ,なか乗れずになんかなんか中川誠一郎も走っているという話はありますが。 えー、結局浅井孝太と村上義弘が決勝に乗ってきましたねはいえっ、ー、とそうですね予想の概,概要ですね、えー、こちら人気になっている浅井孝太それから近藤隆二ですかあとはまあ結構接戦という状況ではあるんですけど、えー、こちらですね 私の方面は渡辺裕太です。やっぱり、えっ、ー、と、いくら500で直線が長い、先行が残りにくい宇都宮だと言っても、やっぱり先行、えー、一社で、えー、後ろもごちゃつく、かつ、まあ、まくれる、渡辺裕太も、あの、ダービー決勝乗ってますし、まくれるとしたら浅いぐらいかなっていう、 あの感じがするので,でその浅いは短期なので、えー、やはり、うん、有力なのかなと思います力で対抗できるのは浅いだけですからねなのでえちょっと相手が うーんまあ、朝以外は絞りきれないなという感じです。ひとまず、えー、渡辺一本でい、えー、きたいと思います。はい、えー、こちらですね、もう少し詳しく説明していきましょう。ご覧の通りの9人、えー、難関勢4人が長いラインを結成いたします。この4人のライン、強力ですよね。 まあ、あの、目論みとしては、渡辺裕太が逃げて、近藤が抜け出す競争じゃないかなと、を目論んでるんじゃないかなと、もう見えます。一方、栃木勢、地元栃木勢、お二人乗ってきましたね。えー、長島大輔が前を回りまして、神山拓也がマーク。ということで、えー、残りの3人、村上義弘、姿、 和道浅井太は短期ですね果たしてどういう競争してくるのかみんなの横があるだけに渡部雄太の番手今度自力型なんで簡単に守りきれるの簡単にあのなんだろう競りなしで回れるとは思えないんですよね。長島大輔もあの えー、この場合によっては、えー、番手に来るでしょうからかなり番手3番手あたりはごちゃつくんじゃないかなと思います、えー、3連単の支持率見ると浅井孝太がひとまずは第1位ですね、えー、2位が2番目につけるのが近藤隆二、えー、渡辺裕太の番手で抜け出すと思って いうう見方なんでしょうそれから姿一道おのまさよあたりですね尾野正義ですか尾、まあ、野も結構調子がいいんでそれがやっぱり買われてる理由ではあるんでしょうねでは二社坦のオッズはと言いますとこうなってますえー、ひとまず一番人気が えー、97ですか。12倍。裏の79が14倍。まあ、あ点と点の争いなんじゃないかなと見てるんでしょうね。えー、村上との92で15.6倍。一方で、えー、っと、56、近藤小野で16倍の、 逆に、小野、近藤の方が14.8倍で売れてますよね。さらに、小野、浅井も17.6倍ですか。浅井と南関の近藤、小野、この辺りが、まあ、中心的な売れ方で、えー、それに続くのが渡辺か、渡辺ですか。 さらに村上浅井なんかも19.1倍ですよねえっと人気が思ってるよりないのがえっとあと長島神山が45.9倍の35.3倍ですね結構ああの手広く 手広い感じはします、まあ。もっともこれまだ1000票台なんで発送まで結構変動はあるかもしれませんとはいええー、浅あいはまあ名前からすると売れ続けるでしょうね他が果たしてどうなるか5665あたりが売れ,売れてくるんじゃないかなというのが私の予想です そしてですね、えー、こちらではどうなるかというと、えー、まずバック回数は近藤が7回でトップ、渡辺裕太、小野正義が5回といずれも難関なんですよね。で渡辺裕太が5回、前を走る選手だと、でトップ、えー、長嶋大輔村上義弘が3回、姿和一道が1回ですね。 渡辺裕太は、えー、っと、先方を見てみると、うん、徹底先行じゃもうなくなってきてますよね。まくりが多い。うん、やっぱり、後ろのことをそんなに考えてるのかなっていうのは、あるんですよね。さらに、えー、渡辺裕太、ダービーの決勝に乗ってます。準決勝もやっぱり、基本的にやっぱり、 自分が残ってますからね。さらに、あの、今回の。宇都宮準決勝戦も結構。早く。仕掛けてるにもかかわらず、えー。同着の神山た。神山拓也と同着の二着。一着が。一着は近藤隆二でしたよね。うん、果たして。 決勝を見据えた競争となると、別に、あの、近藤隆二、小野正義って千葉なんで、宇都宮じゃないんですよ。栃木じゃないんですよね。そう考えると、渡辺優太がその、引き出す競争って、そんなにするのかなって思うんですね、うん。自分が勝ちに行く競争なんじゃないかなという。 のが私が考えた結論ですそうなると近藤隆二は危ないと思いますね近藤隆二尾野正義も危ないと思いますこの辺にまあやっぱり地元の維持は長島大輔上山拓也ありますからえー、どこが勝負権となるとまあ、他に飛びつく他にも短期の選手がどう動くかっていうのもき 気になってその番手がもつれればこれらを短期精を制しをうまくりの餌食になってしまうと長嶋大輔が考えた考えると躊躇しちゃうんですけどうーんまあないんじゃないかなその場合姿でもひょっとすると村上義弘でもいっちゃうんじゃないかなと思います。 浅井は足ためて縦の競争だと思います。で、離れたところ、えー、誰か短期の選手がはまったり、まあ、長嶋がはまったりというのはあるかもしれないですね、渡辺を番手に。まあ、どちらにしましても、今、渡辺逃げても、ペースがけで結構粘れますし、あんまり逃げて、 逆に言ったら、逃げれるのに、なんか逃げてないというか、自分が残る仕掛けをするので、引き出し役にはならないと思います。まして、ここ先行一社ですからね。その、あの、展開理を生かさない手は絶対ないでしょうから、うん、結果的に金ぐらいでいて、 としても後ろがごちゃついてそれをしり目にまあ浅井とかまくってきても2着までには残るんじゃないかなと思いますなのでですね渡辺裕太の,あの一番の相手はやはり浅井浩太だと思いますこれは厚めに、えー、し,した方がいいと思います一方でえっ、ー、と 他の選手となると序列がつきにくいっていうのは確かなんですよね。ただ、村上義弘がそんなに覇気がないような気はするんですよね。逆に難関でも近藤も悪くないですし、小野かのあの出来がいいように思うんですよ。で姿も安定している。 となると、うん、まあ、浅井交代以外は結構接戦なのかな。ちょっと村上義弘がむしろ落ちるぐらいなのかなっていう気はします。もちろん、あの、栃木両者も意地がありますしね。ちょっとここは序列をつ、つけずに、3993は本命で、他は、ちょ、っと駒こまと、全、えー、通りということで行きたいと思います。まあ、 3993以外折り返しいらないような気はするんですけど一応番手にはまったりとか、まあ、直線がやっぱり長い宇都宮ですからね渡辺裕太も、えー、っとこれ見ると勝率 19%2 連対セ3 8で,でかつダービーも1着取ってないですし 今回も1着取ってないで、あんまり1着っていうよりは、まあ,あの、の3着以内にはかなんでくるんだけれども、必ずしも1着というわけじゃなくて、2着とか、ひょっとしまあ、3着はないと思いますけどね。えー まあ、2着も含めて折り返しも買っておくといいと思います。えっと、このように。渡辺裕太、3が2着だと結構、つくケースもありますからね。まあ、5、3は筋なんで21.5倍っていうのは当然なんですけど、あと、まあ、浅井孝太ともそんなにつかないのはわかるんですけど、 それ以外であれば結構つくカ,スカツセイとか神山拓也とか美味しいと思いますよ長島渡辺なんか1378.5倍ですからねまああのこんなに本あの最終的にはつかないと思いますが直線長いところですからもつれたら どの目もあるんじゃないかなと思いますオンツを見ながらあの分配してみてはいかがでしょうかはい、えー、以上宇都宮記念決勝戦の予想をお送りいたしました、えー、ぜひぜひ、えー、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします励みになります、えー、ブログツイッターやっております説明欄にアドレス 記載してますのでよろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい、えー、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。